皆さんこんにちは、伊藤フロイスです。本日は大仏の髪型の雑学のお話をしたいと思います。大仏の髪型はパンチパーマではなく螺髪という巻貝のような形をした髪型だ。実際に大仏の髪をよく見てみると、くるくるっと一つずつ巻かれた作りになっている。螺髪は仏でも最上位に位置する如来像にだけ現れる特徴である。悟りを開いた仏には32層80種光という32個の目立つ特徴、80個の細かい特徴がある。そのうちの一つ、盲状高僧を表したのが螺髪なのだ。盲状無海性は体毛のすべてが上に向かってなびき、右に渦巻いている様子を表す。仏は悟りを開くと髪の毛が逆立って右向きに渦巻くのだ。つまり螺髪スタイルの仏像は仏の中でも悟りを開いているカリスマ的存在だということ。仏界のカリスマの象徴だったのだ。悟りを開いた仏の髪の毛が逆立つ理由は、悟りを開こうとする向上心の表れだという。また水は自然の摂理に従うと上から下に流れるため、その様子を表しているとも。悟りを開くとはありのままを受け入れることだとも言う。ちなみにこれが水の流れを表しているからか、螺髪の仏は髪の根性色をしていると説明されている。つまり正髪ということだ。右巻きになっているのは、インドの仏教に右手は正常、左手は不浄という教えがあることに由来しているのだとか。そういえばインドでは左手を食事に使ってはいけない習慣もある。つまり右巻きの方が縁起がいいわけだ。ちなみに日本では鎌倉の大仏だけ左巻きになっている。詳細は不明だが、一説によると鎌倉のシンボルだから他とは違う大仏にしようということで左巻きになったとか。752年に建設された当時、奈良東大寺の大仏には966個の螺髪があった。この螺髪は一つでも直径22センチ、高さ21センチ、重量 1.2kg あるというので、この数をつけるのは相当に気の遠くなる作業だ。何でも螺髪だけで3年の制作期間を要したという。しかしそんなに苦労して取り付けた螺髪も、火災などで修繕を重ねるうちにその数は減り、2015年の調査では合計492個だったと判明している。ちなみに鎌倉大仏の螺髪は656個。こちらも今数えたらどうかわからない。螺髪は仏の中でも悟りを開いた如来像の特徴だと説明した。となると気になるのは、っていうか悟り開いてない仏っているんだということである。その通りで、仏には4つのランク分けがあり、如来以外の3つはまだ修行中のみ。つまり悟りを開こうとしている最中なのだ。菩薩、地蔵菩薩、観音菩薩など若い頃の釈迦がモデルになっている。明王、不動明王など人々を救おうと必死の形相になっているものが多い。天、大黒天、弁財天など若い頃の釈迦がすでに人格者だったことが有名なように、これらの仏は人間が足元にも及ばないぐらい善行を積んだ存在である。それでも如来にはまだ届かないわけだから、悟りを開くのがいかに難しいことか。螺髪は如来にだけ現れる特徴のため、菩薩や天のくらいの仏は以下のような髪型をしていることが多い。水系、
長い髪を一つに結い上げ、上部でいくつかに分けて垂らした髪型。羅慶、長い髪を渦巻き状に結い上げた髪型。後傾、長い髪を高く結い上げた髪型。みんな羅髪を目指して頑張っている。最後までご視聴ありがとうございました。